ので、まずですね、そういった部分も踏まえて、一旦ディフェンスで使われるであろう用語を整理をしておきたいというふうに思います。で、用語といってもですね、いろんなコーチの方がいろんな使い方をされますので、一般的になっているものと、あとそれからターミノロジーといって、そのチーム独特な呼び方をするもの、あるいはそのコーチが使っているけども一般的ではないものといったものもあります。で、今回紹介するものは、我々バスケットボールの家庭教師の中で、使っているものをいくつか紹介をしていきますので、まあ一部一般的ではないものも含まれるかなとは思いますけども、こういった使い方もあるんだよというところも踏まえて、そういった、観点で見ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ボールマンに対して、リングまで、ここがゴールラインになります。なのでディフェンスをするときにはこのゴールラインを開けないように守りなさいといったような使われ方をします。ボールを持っている選手から、サイドラインに伸びている、両端のサイドラインに伸びているこのラインのことを、ボールラインというふうに言います。このボールラインというのは、次が、ミドルラインですね。これは、両方のリングを結んだラインのことです。なのでミドルというのは真ん中という意味なので、この、真ん中のこの結んだラインのことをミドルラインと言います。オフェンス側のパスをつなぐラインのことをパスラインと言います。例えばこうディフェンスで行くのであれば、ディナイをした時にパスラインに手を出しなさいと。次がですね、ファールラインですね。ファールラインというのはですね、このフリースローラインとそれからサイドラインを結んだ、このラインのことをファールラインと言います。それからペイントエリアですね、制限区域のことです。でペイントエリアというのは、実際にですね、ここはよくですね、コートに色を塗られていることが多いので、ペイントされているエリアというふうに、いう意味でペイントエリアという名前がついていますけども、コフィンコーナーですね。ウォールコートでディフェンスをしている時なんかもそうなんですけども、それから、ニュートラルゾーンですね、ボックスなんて言われたりしますけども、フリースローレーンのところにある、ちょっと太い線のところを、ニュートラルゾーン、ボックスと言ったりします。でノーチャージセミサークルですね、ここはですね、ゴール下にある半円のエリアのことをノーチャージセミサークルと言います。ネイルであったりプラグって言われる部分になります。これはですね、フリースローのラインのだいたい真ん中ぐらいのところをネイルと言ったりします。それから、これが、NBA エリア、まあエリアというふうに書いてますが、 A がエリアですね、ノーボールエリアという意味です。ここのポジションにボールが入ってくると、これも先ほどのネイルだったり、同じで得点効率が上がってきてしまいますよというエリアになるので、ここにボールを入れないようにディフェンスをしましょうというエリアになります。チームの中で、使われている用語というのは意外と他のチームでは使われてなかったりとかっていうところもあったりするので、いろいろですね、調べてみて、あ、うちのチームではこういう使い方をしようとか、うちの選手間ではこういう使い方をしようというものがあると意思の疎通を取り扱いますので、ぜひですね、整理をしておいてみるといいかなというふうに思います。例えば言われた通りに、コーチに言われた通りに言われたままやっているだけではですね、なかなか経験値としては上がってこないっていう部分もありますので、まず自分でチャレンジをしてみて、そのチャレンジが失敗をしてしまったんだったら、なぜ失敗をしてしまったんだろうか、成功したんだったらなぜ成功したんだろうかというところを自分なりにこう突き詰めていく作業っていうのが最終的に自分の経験になってきたりしますので、じゃあ相手を止めてみようとか、ボールを取ってみようとか、相手の動きをこう読んでみようとかっていうようなチャレンジを繰り返していくことが非常に重要になってきます。特にですね、日本の子どもたちっていうのは、こう海外の子どもたちと見比べてみたときに、こう言われたことをしっかりやろうとする、いい意味で、言われたことをしっかりやろうとする部分もありますし、悪い意味でそれしかやらないという部分もあったりします。そういった傾向があったりしますので、こうまず、正しい姿勢で、まず正しいフットワークを指導するという部分、それから、練習してみるという部分の他に、自分で、ディフェンスをやろうという意識をしっかり持つ、あるいは持たせるような指導が非常に、大事になってくるのかなというふうに思っています。で、例えばこう、こういった失敗についてですね、例えばこう何かプレーをしたことに対してファールになってしまった、抜かれてしまったということに対する失敗に対するこう考え方とパラダイムって言いますけども、そういったパラダイムをしっかりと持っておくということは、かなり大事になっています。抜かれてしまったのが罰なのではなくって、チャレンジをしなくて何もない状態でやられてしまって、例えば、
抜かれてしまうし、経験値もたまらないしっていう状態を作ってしまうっていうのが一番良くない状態なので、しっかりとですね、チャレンジをしに行った結果やられてしまったのか、あるいは未熟なのかどうか、自分自身がチャレンジをしに行ったんだけども未熟でやられてしまったのか、あるいは行った結果失敗だったのかどうかっていうところの、線引きをですねするためにも、しっかりと普段の練習から、チャレンジをしに行くんだというラインをしっかり見つけておくっていうのは大事になるかなと思います。それからですね、オフェンス側がこういうふうに動いてくれればディフェンスは守りやすいよねっていうのを考えてみたときに、オフェンス側にリアクションをさせる、オフェンス側に後手を踏ませるようなプレーを選べると非常に、守りやすいんじゃないかというところで、アクションディフェンスというのを推奨しています。このアクションディフェンスというのは、こちらがアグレッシブに先に、ハンドワークを使ったりステップワークを使ってプレッシャーをかけることによって、例えば相手が、攻めやすい状態を作れない、例えばピボットを簡単に踏めないだとか、ドリブルを、こう前でつくようなことができない、後ろ側でボールを守りながらドリブルをつくような、プレーを選ばせたりとかっていうことによって、こちらが、非常にですね有利な状態でディフェンスを進められる状態というのを作るという意味で、こういったアクションディフェンスというのをお勧めしていますし、なおかつですね、例えばこんなディフェンス、こんなプレッシャーのかけ方をすることによって、オフェンスっていうのは、苦しくなるんだなっていう、先ほどの経験値を積むっていうことでも非常にですね有効な手段になってくるかなというふうに思います。